はいどうも、パルプンテ、J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は大論争 s c 東京対浦和の開幕戦イベント問題ということで、発表されたミワさん、歌手のミワさんの来場イベントですね。これをめぐって、浦和列サポーターと FC 東京サポーターの中で意見のぶつかり合いが 起きているんですけれどもね。まあ、これに関する話をちょっとやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでございまして、こちらメインチャンネルですね。メインチャンネルの方では、ジェリーがウラレッツや九州税を中心として動画作っております。で、えー、ウラレッツに関して今年も全試合レビューとかプレビューとかやっていきます。で、開幕戦に関してはまあ同時視聴生放送もやっていこうと思っているんで、よろしくお願いいたします。ということでやっていくんですけれども、まずこちらはですね、 一応まとめということでまず SC 東京対ウラトの開幕戦に歌手・ミワさんが来場イベントとしてやってくるということですね、まあ、ゲストとして登場でこれがだから言われているのが試合開始20分 前にイベントが始まるということでこの時間帯どうなんだっていうところですよね多分今回の争点としてはこれが一番かなって、えー、思うんですよねでまあこの結果トラブルが、えー、懸念される事態になっておりますでまあ言われているのは例えばまああの美和さんが歌っている時にはブーイングが、えー、あるんじゃないかとか、えー、ちゃんとで歌がまあ聞こえないとかなんかそういうのが想定されているということでねまあ確かにまあブーイングま ブーイングはどうな,んだな僕も売られッサポーターではあるんですけれどもブーイングはないかなまあ、あるとしたら試合前のまあえー、ちゃんとによって歌が聞こえないとかっていうの僕はまあ、ありえるかなと思うんですけど、まあ、ブーイング までは僕はねってのはあるんですけれどもねどうなんですかね、うん、でまあその解決策としては、えー、ハーフタイムにこのイベント自体はやればいいんじゃないかっていう、えー、論がありますそしてまあ個人的な意見としてはこちらになってきますねでこれが僕の個人的な意見にはなりますけれどもね、まあ、やっぱりやるなら時間帯がまずいと思うでやっぱりハーフタイムにやった方がいいんじゃないか論というのは僕も一番考えが、えー、近いですねで、えー、僕はもう裏レッツのサポーターを初めて 20年になるんですね。まあ、今年でちょうど20年目らしいですけれどもね。あるんですけれどもね。ただし、個人的にはね、この試合前のイベントっていうのは否定しません。まあ、これ、各 J リーグの、えー、クラブとか、まあ、J リーグそのものがいろんな、ね、企画やっているんですけれどもね、まあ、そういうのは僕は基本的には、えー、否定しませんし、むしろこう、えー、娯楽の多い日本ではライバルが多いんで、新規のお客さんとか、サポーターの獲得のためには積極的にやってほしいっていう感があるんですよね。まあ やっぱりこう最近オワコンとかまあいろんな J リーグ言われ方されていますけれどもねただしねやっぱりこう僕が死んだ後も J リーグとかえーウラーレッツというのは残っていくんですよねでまあまあ僕がね死んだと同時にこれ J リーグとかえーウラーレッツがなくなるのであればもう今を楽しめればいいかって感じもえするんですけれどもただしねそんなことは本当なくてどんどん J リーグとかウラーレッツは発展していくっていうのは期待をしているんですよねでそのためにやっぱ新規のお客さん僕が死んだ後もえー J リーグ ととか売られてていうののを盛り上げてくる新規のお客さん、まあ、もしかしたら今まだ生まれていない子供もそうですけどもね、本当そういう新規のお客さんとか、まあ、にわかでもなんでもいいでそういうサポーターの方にどんどん来てほしいし、まあ、知ってほしいというのがあるんで、イベント自体は、えー、否定していないんですよね。で、ただしというところに今回、多分なっていくと思うんです。で、下の方に書いているんですけれどもね、ただしまあそのイベントによってクラブとかサポーター以外の人間が嫌な思いをするのはよろしくない。それよりもやっぱ第三者今回 でいうと美和さんですよね歌手のミワさん本人が嫌な思いをしてこうスタジアムを去っていくのは嫌と僕は思うんですよね嫌なんですそういうのはちょっと僕も嫌なんですけれどもねあとはこうせっかくね初めて J リーグの試合を見に来たお客さんに対してもえー、なんか嫌だな嫌な思いだなちょっともやっとすんなみたいな気持ちを与えたくないっていのがやっぱり僕の中で前提としてあるんですよねまあ、だから今回の件に関してあののられたサポータータからも時間の変更を求め の声っていうのは多いですよねまあ、えー、売られサポーターの中でもイベントそのものミワ、えー、さん自体を否定する声は少なくてむしろこう FC 東京の運営の方ですよねん、なんでそんな時間帯にやるのかとかえ、その時間の変更した方がいいんじゃないかとか、そういう声が多くて、ま三、あ、輪さん自体がえこう悲しむのは避けたい中声が売られつサポーターの中からもあるんですよね。で、まあ、さっきも僕は言ったんですけれどもね、まあ、新規のお客さんを獲得するためには、どんどんやるべき、まあ、FC 東京はこういう形で集客をしていこうとか、今回まこういうイベントをやって盛り上げようとか、そういう狙いがあるのは分かるし、そういう狙いは全然僕は否定しま まあ、ちなみに僕はですけれどもね、えー、ウラレッツのサポーターを見て、ああ、こんなに熱くねサッカーって人をさせるんだなと思って、僕はウラレッツのサポーターを見て、えー、ウラレッツを応援しようって決めた人間なんですけれどもね、本当にいろんな、ねうん、きっかけとかあると思うんです。まあ、イベントによって、えー、サッカーに興味を持つ人もいれば、僕みたいにこうウラレッツの応援とか、えー、サポーターに憧れてねこれ興味を持つみたいなこともこれ十分ありえますんで、そこのきっかけは分からない、分からないこそ、まあ、いろんなね、うん ことは仕掛けていく裏きとやっぱイベントの相性って悪いんですよねうんやっぱ裏列とイベントの相性って悪いんでちょっとね、まあ、そのサポーターが、でもサポーターも正直イベントすべてを否定してるわけじゃないと思うんです。裏列のサポーターもね、これ、他のクラブのイベントとか、ま裏、あ、列自体のねイベントもそうですけれどもね、それ自体をま否定しているんじゃなくて、タイミングとか、まあ、例えばね、試合前、これ、ピッチ内で、なんかこう、イベントやるとか、埼玉スタジアムで本当考えられませんしね。 僕もそれはやるべきじゃないと思うんです、まあ、埼玉スタジアムでは、ね、少なくともこうそういうイベントごと、まあ、スタジアム内、ピッチ内でのえイベントというのはちょっと考えるべきかなって思いますし、まあ、ピッチ外とかスタジアム外でのイベントは僕はどんどんやってもいいんじゃないかなって思うんですよね。まあだから、ウラ列はやっぱりウラ列の考え方、イベントに対する考え方があるんですけれどもね、本当、イベント自体はね、指定はしていないと思うんですけれどもね。でいう、その反面、じゃ運営する側の今回話、FC 東京のえ運営する側の話ですね。 しかし、まあ、何か運営するにあたってトラブルの可能性が少しでもあるのであればそこを回避する僕は、えー、努力というかねそこは考えるべきと思うんですよね。で、もうこのイベントが発表された時点で、ウラ列とか SC 東京とかそれ以外のサポーターからもいやその時間帯はどうなんだ、特にウラレッツであればっていう声はあったんでまあ、想定できた話と思うんですよね。まままのののここの運営の方とととかかイベントするまあ時間とかね、まあ、いろんなことを考え ていいいく中その時間帯はまずいんじゃないですかみたいな、えー、声は多分上がったんじゃないかなってでもろもろいろんな事情で、まあ、そういうね試合開始20分前にやるっていうようになったんじゃないかなって僕の勝手な、えー、推測ですけれどもねっていうのがありますがしかしまあこの時間帯に。 やるということで、運営側として本当に、ね、極力こうトラブルに発展しないような運営というのは必要と、ね、僕も思うんですよね。まあ、これだから、ね、難しい話ではあると思うんですけれどもね。っていうのがあるんで、まあ、本当実は裏ツのサポーターの中からもイベント自体を否定する声はなくてっいうのがありますけどもねで。あとはだからやっぱ裏ツには、ね、ウラレッツの現在の文化があって、ね、そこは考えがあるんで、ね、そこは正直裏、まあ僕も裏ツサポーターではありますけれども、 とと他ののクラブとの考え方って結構大きな違いがあるんですよね、まあ、だから、ね、そこは否定してほしくないと言ってもこれはしょうがないんです。まあ、否定されてもやっぱ自分たちは自分たちのやり方っていうのを貫き通すというのを僕は大事と思うんですよね。しかしその反面やっぱこう FC 東京には FC 東京とか、まあ、他のクラブもそうですけどもいろんな集客をしたい事情があるというのでそこはもう自由にやってくれっていうところは僕はありますけどもね。ただ,まあ、だから本本当当難しいですよね、うん、本当想定で でできた話と思うんでなんであの時間帯にやるのかなっていうのが僕の中のやっぱり意見ですけどもね、まあ、だからね、うん、なんかいろんな意見があって僕はいいと思うんでこれが僕の考えでもしかしたら僕のこの考えというのはウラレッツのサポーターの中からも不評を買う可能性もあるんですよねうんねまあもしかしたらお前ねそういう,もうイベントとかやんないウラレッツはそんなイベントとかやらなくていいんだよとかそういう考えがあっても僕はいいと思いますし、まあ、まあそういうね僕自身が否定されるリスクもあるんですけど ただまあ YouTube とかやってるやつを否定されるとかそういうのは覚悟の上でえやっぱ話していかないといけないと思うんでいろんな意見が僕はあっていいと思いますしまあ人の考えとか否定してもしょうがないんでまあお前の考えが間違ってるっていうことを否定することも僕はしませんしっていうのがありますんでまあね今回のことに関していろんなえねコメントがあれば僕もちょっと参考にえしたいと思うんですがよろしくお願いいたしますと。ということで今回以上ですね。まあえ開幕まで1週間ちょいですかね。まあ今から現実的には美和さん のこれスケジュールとかもあるでしょうし、イベントの時間変えるとか、ね、難しいのかもしれませんが、ちょっとギリギリまで、ね、なんか王を引きそうな感じが、えー、しますけど、とにかく本当、ね、み、ま、わ、あ、さんとかね、えー、そのファンの方々が嫌な思いをして、ね、帰るのことがないような、僕は運営というのは期待したところにはなってきますけども、さあ、ちょっとこの問題、えー、どうなることやら、ちょっと注目して見ていこうと思ってますけどもね。はい ということで以上になりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録します。